野球道始まるよ。それじゃあスタート。おはようございます。今日取り上げるのは野球界が生んだ歌姫ジェラルディン・ファーラーです。野球選手の娘として生まれ、ヨーロッパに留学後、ロメオとジュリエットを歌ってオペラデビュー。ベルリン国立劇場で蝶々夫人を演じて大成功を収め、ニューヨークに凱旋しました。なぜこれが野球と関わってくるのかという話ですが、ジェラルディン・ファーラーはメジャーリーガーシド・ファーラー選手の娘で、たびたび球場に連れてきては娘の歌声を自慢していました。シド・ファーラー選手は試合後に観客席で空き缶や瓶を黙々と拾っては、娘が綺麗な声なのでなんとか音楽学校に進学させてやりたいという希望がありました。でも当時は野球だけで生計を立てることが難しい時代です。毎日試合後に空き缶を拾って必死に金を稼いでいました。これを見たチームメイトは感動し、次の日からチーム全員で空き缶拾いを始めたそうです。そのおかげでジェラルディン・ファーラーは無事音楽学校に進学でき、オペラ歌手としてデビューし、アメリカに凱旋し大活躍したのでした。まさにチームメイトの愛に支えられて一人の歌姫が誕生したのです。ただ余談になりますが、ジェラルディン・ファーラーはその後、恋人でオランダ出身の俳優ルーテルゲンと結婚しましたが、夫の度重なる女遊びが理由で離婚。夫は1934年に自殺。ジェラルディン・ファーラーは40歳でオペラの舞台から事実上引退し、姿を消しました。チームメイトの愛が生んだ悲劇の歌姫ジェラルディン・ファーラー、いかがでしたでしょうか。いやー、野球って本当に面白いですね。アイラブベースボール。ご視聴ありがとうございました。これからも頑張って更新していきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたしますね。それではまたお会いしましょう。